マイプロジェクト TV トケンです。実家に90歳の祖母がおりまして、で祖父がだいぶ前に亡くなった時は精神的にね結構やばくって、それこそ夜な夜な徘徊したりとか、わけわかんないこと言ってみたりとか、そういうことがあったんですけど、チョコエッグってあるじゃない、あの中に小さいフィギュアが入っているチョコレート、ばあちゃんがねあれをコレクションし始めて、なんかこう脳が刺激されたんだろうな、もうシャキッとしちゃってね、今や iPad を使いこなすまでになっています。そんな祖母とね時々 LINE でメッセージのやり取りをするわけなんですが、これは昔からなんだけど、少し言葉を言い換えないとおじいちゃんおばあちゃんには、ね、伝わらないことってあると思うんですよ。テストのことを試験とか、電車のことを汽車とか、すげえのがうちのおばあちゃんヘルメットのこと鉄かぶとっつってたからね、高性能おばあちゃん、ついにドラクエをやり始めたかと思ったわと、まあ前置きが長くなりましたが、できるやつは言い換える、時にはネガティブなことをもポジティブに言い換えてしまうのができるやつだ。まあ言い換えるっていうとね、こう表面的な感じがしますけど、まあ見方を変えるとでも言うのかな、ネガティブな面ばっかり見ててもねしょうがないじゃないですか。ということで、できるやつの言い換え術を今日は見てみたいと思います。では行くぞ。優柔不断、慎重、ポジティブやな。確かにそうだけどね、そうなんだけど、暗い、物静か、うわーこれもポジティブ、ちょっと無理ある気もするけどね、気分や感情豊か、逆に感情豊かを気分やに逆変換できないでしょこれ、頑固、信念が強い、これはちょっとうまいこと言い換えてますよね。その信念の強さがポジティブなのかネガティブなのか分かんないんですけどね、集中力がない、マルチタスク、これダメでしょ、これダメでしょ、本当にマルチタスクな人に怒られるわ、短期、ストレートな感情表現、これもどうなんだろう、なんか短期って言ったらこう怒ってる感じがするじゃない、生意気、意思を通す、まあそういう場合もあるけどね、あるけどね、おしゃべり、情報発信力がある、これダメでしょ、まあ、嘘じゃないけどね、まあ、言い換えとしてはもうギリギリこれアウトでしょ、忍耐力がない、切り替えが早い、ポジティブ、会社を1ヶ月で辞めましたっていうのもこれ切り替えが早いことになっちゃうもんね、これだと、可愛げがない、しっかり者、可愛げがあってしっかり者の人だっているでしょ、なんか全体的にできるやつの頭の中がポジティブすぎてなんかこうついていけないっていうかまあでもね、そこまでやるのができるやつなんだろうな。ダメな上司っていうのは時にただ褒めることだけで、あの部下のモチベーションを高めようとするわけなんだけど、できる上司っていうのはこういう言い換えを使って勇気づける、褒めるっていうことと勇気づけるっていうことはこれ結構違うんですよ。褒めるっていうのはこうなんつうかな、上の立場の人間がこう評価をするっていう感じじゃない、逆に勇気づけるっていうのはこう相手の立場に立ったこう共感をするような行動じゃないですか。有名なアドラー心理学の言葉を借りれば、勇気づけとは困難を克服する活力を与えること。褒めるだけと違ってこういう言い換えを使った勇気づけの方が、まあ、結果的にモチベーションが保たれるというか、効果が持続しやすいというか、ぜひとも言い換えて、そして見方をちょっと変えて物事を考えてみてください。話は戻りますが、うちのばあちゃんの武勇伝の一つなんだけど、戦時中 B29 を竹槍で落としたというもの、どんだけ長い竹槍だよ。チャンネル登録よろしくお願いします。